はい、皆さんこんにちは、アチでございます。太鼓リスネ5のですね、パート93じゃないわ、ごめんなさい、パート94ですね、やっていきたいと思います。まあお茶でも飲みましょうかと、前回ね、城に忍び込んだんですよね、敵なんですけどね。まあね、本当はね、ちょっと敵の情報が欲しかったんですけどね、間違えて城にね入っちゃいましたね。戦力情報、物資はいらないですね。兵士数普通、規模が 6だったらね、兵士数普通というのは多分5000かな。お、あ、7000人おるのか。これ援軍来るな。はい、まあいいでしょう。じゃあね、ちょうどついでだから、こちらもね、やっていきましょうと。はい、物資情報、あ、物資情報なんか見るつもりなかったんですけどね。あら、あららら、らもう一回行きますよと。はい、忍び込みましたねと。あら、ここはなかなかうまいこといかないですね。あらら、あらららら、まあいいか。ちょっとじゃあね、帰りにですね、忍者のとこまで行って、このね、犀賀はダメだったね。どっちがいいんだろう。伊賀、桃地三代、甲賀の里に行ってたような気がするな。うん、ああ来たな、もう、はいはい、買いますよと。400高いな。ああもう本当にね、お、仕事を依頼に。さてさて、屋敷、あ、この人仲いい人ですね。もうすでに付き合いのある方ですね。あ、これ高いな。本能寺の変の際、堺から三河へ向かう徳川家康を一族護衛したか。あ、後に豊臣家に仕えて関白秀次に属したかと。粛清か、秀次粛清に連座して失脚。お、96歳。へえ、ならまあ、そう、今でもすでに63歳ですもんね。じゃあね、外交、親善、はい、冗談にも程があると。ああ、怒られちゃいましたね。まあ、ここじゃあいいんでね、修行場行きましょうかね。15日5巻、うん、いいでしょう。これね、これ記憶、これも記憶ですよね。記憶というか、記憶じゃないのかな。誰かな、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 これ。ああ、よし、誰誰誰誰誰誰、これだろう。よし、これだ。よし、いけそうですね。誰から、あたた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 、これだ。あー、普通か、早期発見じゃないわ。んん、よし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 、誰来るかな、誰来るかな、誰来るかな。お前だ。よし、これいいだろう。二連区内、敵一人を攻撃する、区内の秘技、すべての城の里で教えてもらえると。いやー、どちらかというと諜報のね、技術が欲しかったんですけどもね。さて、じゃあちょっと帰りましょうか。帰る前に採集してみましょうか。あ、少なそうか。はい、こっち行ってみて。少なそうだ。も
ここなんですよね、確かね、多いのはね。あら、ここだったかな。うん、ですね。5日だけ。はい、で戻りましょう。で城帰りましょうか。7000だったらいけるかな。はい、皆さんお帰りですね。じゃあ表情を開きましょう。ね、人事はないかな。うん、ないですね。主命の伝達で、沖田さん、あ、沖田さんね、沖田さんはね、沖田さんね、軍資金の調達お願いしましょうかね。で、福島さんは治安の安定かな、治安向上かな。で、あとは、小西さんね、小西さんはね、もう、軍資金調達ですね。あとは、こげなもんかな。花房さん。花房さんね。兵糧売却でも行ってもらいましょう。とりあえずこんなもんで。で、あとは合戦ですね。拠点一覧。ん？いや、違うな。勢力一覧。いや、違うな。はい、ちょっと待ってね。情報でね。あら？いや、情報。拠点の一覧でね。長浜城。あ、3万超えたわ。あ、でも士気低いな。これはちょっとミスったな。いいえ。表情開いてね、士気上げましょう。病んでいる者がいるんですね。加藤さんね、訓練ね。で、神兵衛さんもったいないんですけども、神兵衛さんはね、補修お願いしちゃおうかな。岡山城行けるでしょ。岡山城ちょっと多いかな。で、この人は岡山城で徴兵しましょう。で、八塚さんはね、治安向上ね。で、別所さんね、訓練ね。いや、思ったより悪いわ。岡さん、福島いねえか。こういう時福島いねえのか。岡さんね、あ、岡さん開墾得意か。って書いて開墾できないんだよね、この人ね。兵糧売却してきてください。ガモさん、あ、今度ね、三日弁日が意外にいいんでね、兵糧売却。花房さんね、あ、武芸たけてるか。訓練してもらおうね。梶尾さんも悪くないんですよね。この人ね、軍資金調達を。で、前野さんは茶道医術か。この人、使い方難しいな。忍術あるのか。いや、でもね、難しいな。あ、拠点調査お願いしよう。ここね。で、亀井さんは？あ、亀井さん、弁舌。あ、な、買い込みできるんだ。かと言って、困るなぁ。まあ、弁舌あるから、これで。お願い、笹部さん、訓練できん、あ、訓練ね。
はい。で、戸川さん、あんたも訓練ね。ちょっとここ気合い入れないとダメですね。花房さん、あなたも訓練ね。はい。この人は訓練あんま得意じゃないんですね。軍資金調達。うん。とりあえず、あと岡さん。岡さんは、あ、岡さん鉄砲か。鉄砲か、兵糧売却だな。長戸さん、あんたも兵糧売却だな。ああ、この人すごいんですよね。この人使えるんですけど、あんたも兵糧売却だな。ガモンさん、あんたも兵糧売却だな。さてさて、私は何しましょうかねと。だもんでね、ちょっと、あ、そっか、忍術をちょっと磨きたいなとは思いつつもですね、ちょっと休憩しましょう。体力回復ね。はい、染み終えて、あー、すごいな秀長は。じゃあね、ちょっと診療所行きましょう。自分で調合できないというのは厄介な問題じゃと。知っている人に指示して学んでおくべきであるなと。ああ、そういうことか。生薬製造3日。あ、あっちも終わったか。で、診療、診療5日間やりましょうか。で、畳みましょう。あ、畳むんじゃなくて帰りましょう。指名を置いた。あ、まだ一人しかいないわ。あ、でもやっぱり沖田さん多能だな。結構いろいろできますね。まだみんな帰ってきてないんでね。じゃあ私はまた甲賀の里に行ってちょっと情報をね。あ、攻略しちゃった。あー、攻略しちゃったわ。修行場でね。はい、20日使いましょう。あ、ちょっと増えた。これちょっとレベル上がりましたね。あー、こいつ、え、嘘。お、誰これ。え、あ、これか。わっちゃー、しょっぱなから。どうだどれだどれだどれだ、これだ。あ、やばい。お、誰これか。黄色黄色。あら、あらら、違う違う、これだ。あー、普通か。おいおいおい、あ、あ、あ、違う違う、これだ。あー、難しい難しいなぁ。紫、これだ。あー、早期発見2人か。まずまずか。ん、落とし穴を作る。あららら、ら、これは合戦の時の技ですね。よし、じゃあですね、せっかくなんで次のところですね。あら、攻め込んでんの。これはまずいな。はい、よいしょ。あ、訓練度上がったな。ということはちょっと攻めに行きますね。さて、これね、あ、みんな帰ってきた。みんな帰ってきたんでね、とりあえず標準しましょうかね。援軍出しましょう。ただ人事誰もない。あー、ないか。指名の伝達でね、秀長さん、あなたは
述弁述が半端ないんでね。三述弁述でしょ。まあ、軍資金かな。八塚さん連れていくんだよね。別所さん、別所さんは訓練かな。岡山城で浮田さん、浮田さんは兵糧売却が軍資金かな。花房さんはまあ入れて、あ、小西さんまだ書いていけないんですね。でもとりあえずこれでね、で合戦しましょう。こっちでしょ、ここでしょ、間に合うかな。あ、4900人やったらもう落ちるかもしれないですね。もうこれでいいでしょ。はい、死にかかりましょうかね。ねえ、はい。ね、締め終えられた方がと、ちょっとだけね休憩しましょう。7日も休憩はいらないんで、よし。あ、最後に行っちゃった。時間よくなっちゃいましたね。それではですね、対抗リシーディング5のパート94、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。